姿を見てとても感動したみたいなんだけど、妻っていうよりもお母さんになっちゃったらしくて、うんうん、それとあともう一つ見ちゃった裁判が衝撃的で引いちゃったんだって。私はね、赤ちゃんのお世話が大変そうな私を見て、夜中の授乳とかね、それ大変だよ、うん、もういつも眠そうで。わかるわかる、そんな私を見てなんか誘えなかったらしい。あ、パパ遠慮してくれたんだ。例えば見送るときにそっと肩にポンって触れたりとか、テレビを見てるときに隣に座ってそっと手を重ねたり、おー、さりげなくがポイントだね。一緒にお風呂に入らなくても OK、 背中流しますよみたいな感じかな。そうそう、パパが先に入浴してて頭だけ洗ってあげたり、そうしてると女として見てくれるようになったと思う。すごいね、効果あったね。でもやっぱり自分の気持ちをちゃんと伝えるっていうのは大切だよね。具体的にはどんな感じで伝えた？いつも子育て優先でごめんねって話したよ。ママの体を気遣って遠慮してくれてるなら気持ちは嬉しいけど、やっぱり私は寂しいよとか、お互いに気持ちを伝え合える関係でいることが大事なんだね。